神戸と関西、大阪の3空港の在り方を話し合う懇談会が今日8年ぶりに再開され、関西空港の機能強化を最優先するとした合意が交わされました。大阪市内のホテルで開かれた関西3空港懇談会には、関西経済連合会の松本正義会長をはじめ、兵庫県の井戸知事や神戸市の久本市長が出席しました。3空港をめぐっては、1970年代騒音公害に悩まされていた大阪空港の廃止を前提に、国が神戸沖での関空建設を計画したものの、神戸市が反対し、1994年現在の泉州沖に開港。その後2006年に神戸空港が開港し、結果的に3つの空港が存続されてきました。これまでの懇談会で神戸空港は、関空の国内線乗り継ぎをサポートする地方空港とされ、3空港の一体運用を目指すと合意がなされていました。8年ぶりに開かれた今日の懇談会では、関空の機能強化を最優先しながら、神戸空港の国際線化や運用時間の拡大について、需要を見ながら検討したいなどの意見が交わされました。神戸空港については、運用時間の延長や発着枠の拡大、国際チャーター便、プライベートジェットなどの緩和について、地元、つまり兵庫県神戸市からですけれども、地元から期待感が示されていると。伊丹空港については、まず環境配慮と地元理解が大前提だということを出席者全員で共有しました。懇談会を終え、兵庫県の井戸知事と神戸市の久本市長は、ワールドマスターズゲームズまでと、それから万博までと、それ以降と分けて、国際便の議論をしたらいいんじゃないかと。8年ぶりに懇談会を開催してですね、神戸空港の利活用が広がっていく、そういう手応えを感じました。次回の懇談会は来年春を予定しています。